思ったより本当に噛み応えが ありました。あっさりした、どちらかというとこう海産物とかそっちに近いような感じのこう旨味。お肉を作って食べて自分たちでフィードバックしながら研究を進めることができる、そういう環境が整ったっていうのが非常に大きな進歩。細胞を使ったものづくりを体外で行うことによっていろんなその、応用分野が開けてくるんじゃないかなというふうに思ってます。